皆さんこんにちは、こんばんは、タオです。今回はポーズスケルトンお墓参りセットを紹介したいと思います。お墓参りセットのセット内容はこんな感じです。墓石、外場が2本、外場立て、ポーズスケルトンの替え手パーツ、ポケと被尺となっております。外箱はこんな感じです。ここにもセット内容が載っています。それでは早速開封していきたいと思います。箱の中身はこんな感じになっています。それでは順番に見ていきたいと思います。ポーズスケルトンの商品がいろいろ載っています。今回紹介するのはこのお墓参りセットです。裏はこんな感じになっています。墓石です。こっちはこんな感じになっています。先祖代々の墓と掘られています。それでは墓石を組み立てていきたいと思います。まずはこれとこれをくっつけます。それからこれらをはめ込みます。この緑の棒がお線香です。こっちはお花などをお供えする部分です。これで墓石の完成です。これがお線香で、こっちがお花などをお供えするところです。外場です。外場というのは供養のために用いる細長い板のことです。故人や先祖を供養する追善供養のために建てられます。追善供養というのは、生きている人が亡くなった人に対して行う供養のことで、故人の命日に法事を行って冥福を祈って供養することを言います。外場立てです。OK です。被尺です。そして最後はポーズスケルトンの替え手パーツです。これは別売りのポーズスケルトンにつけることができます。今回紹介したものを一箇所に集めてみるとこんな感じになります。それでは次は別売りのポーズスケルトンと一緒に飾ってみたいと思います。ポーズスケルトンと一緒に飾ってみるとこんな感じになります。
それでは今度はネンドロイドと一緒に飾ってみたいと思います。ネンドロイドと一緒に飾ってみるとこんな感じになります。ポーズスケルトン、お墓参りセットの紹介はこれで終わりです。お墓は見た目も石っぽく見えますし、よくできてると思います。お墓をフィギュアにするというのも面白いですし、思ってたよりも高さもあったので、ポーズスケルトンやネンドロイドと一緒に飾ってみたときに、結構いい感じに飾れたので良かったです。それでは今回はこれで終了です。ここまでのご視聴ありがとうございました。